石油も。なんすかそれ。あれ？あれ？ちょっと待って。石油も。あー。あ、それか。なんすかそれ。はい。てかマジで部屋なんもな、なんもな。いないです。電気も。電気もない。せっかくのタワーマンションが。カーテンもない。カーテンもない。おい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 、ということで、はい、これから何するんですか。今からはお風呂っすね。うん、じゃあはい、お風呂、お風呂いらっしゃい。参りました。毎朝プロテインを飲んでるんですね。うん。朝飯は飲まないです。へえー、なんか無機質な朝なんです。こういうのやるとなんか美意識高いみたいなコメント来そうで嫌なんですけど、これ先に言っておきたいんですけど、木とかじゃないんですよ。投資、どこに時間とお金を投資したらコスパいいかなっていう。自己投資。そうそうそう、だから別に美とかじゃないんですよね。ストレッチだけで30分くらいですね。ストレッチ30分もすんの。あ、そうです。セットにかける時間は20秒。おお、早い。9時35分ようやく。はい、あとです。始まった。ラジオタイム。おはようございます。こんにちは。英語？英語なの？勉強しながら朝やる。8月3日は朝の朝礼を始めます。おはようございます。おはようございます。はい、今日のこと予定です。自分は今日、出張件入っているのでそちらの対応と、残りは家電を行います。以上です。はい、僕の方ではミーティング取材ランチ、その後またミーティング1、ミーティング6件ぐらいですね。7件ぐらいです。今日は、はい、あとランチの感じです。以上です。はい、では本日のグッド&ニューなのですが、社長の方からお願いできますでしょうか。お前の方でか。あ、じゃあ良かったことですね。一応ですね、まあ、昨日、市検討希望をしている方2名と、まあ、ミーティングをしてですね、まあ、無事2件ちょっとその、まあ、話として、まとまりましたという感じで、フランチャイズ増えるってなるとね、まあ、直営の方の事業基盤ももうちょっとね、地方にも出店したりとか、そういう基盤を作っていかないとなかなか今後、市店がどんどん増えてくる中で対応できなくなると思うので、まあ、そこはね、ちょっと直営の方もしっかりと、ちゃんとね、店舗数を増やしてくれ、ちょっと事業計画になりたいなと思うんですけど、とりあえず2件ね、まあ、決まったんで、それが決まったかなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、では、本日も1日よろしくお願いします。よろしくお願いします。サップデュエル。はい、ありがとうございGoogle コン産地コンソールってので、ウェブサイトの状況みたいなものがちょいちょい見てますね。ああ、産地コンソールですね。はい、うん、まあ、アクセス数とか。そう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 、検索順位とかがどうなってるかとか、ここら辺だけなんか 軽にするって感じですね。あとスマホでも Google アナリティクスのアプリがあるんで、まあ、これで大体前日のアクセス数ぐらいはサクッと見とくって感じですね。僕が今見てるのは、なんか、サイトで言うと、まあ、世間も買い取りブログっていう、その、2B 向けの、うん、はい、これとかで前日どうだったかっていうのと、あと買い取りマクサス、うん、エンドユーザー向けのサイトですね。うん、まあ、集客基盤の媒体ってことですね。そうですね。集客基盤のところはチェックするようにしてますね。あとは投げるポイントとして、あと、フランチャイズ系の募集ページとかも、アクセスとかちょいちょい見てます。あとこのメタベースで既存事業の数字どうなってるかなとか、前日の売り上げとか、そうですね、契約件数とか、はい、案件とか AC 店とかも軽くそのまあバーッと見たりしてますね、うん、気になった案件ないかなってぐらいですね。そこからあとはまあメールとか LINE とか、うん、そこら辺をチェックして返してくる感じですね。その方が、はい、メタベースの LP の見積もりと配信が欲しいですっていうことで
なんですよ。おはようございます。あ、おはようございます。もういいや。いや、このリユース界に振動とかなんか恥ずかしいですけどね、こんな言われてないですけど。なんか結構書いてます。振動っていう年じゃないですけどね。もうおじさんなんで。はい、ということで FC チャンネルの辰巳さんとランチということで新宿に来ました。だからそうです、デゲモンの演者力、演者タイプ、カリスマ度は高いから林さんが切れてるんです。ありがたいですけど、期待いっぱい。ということでございます、戻ってきました。です。今ならミーティング、今回の何のどういう内容のミーティングをするんですか。いや、シップの SEO 相談。はい、すいません、お待たせしました。あーです、すいません。お疲れ様です。これってなんかコンテンツ作品的にあのヘッドスパ、例えば多分一番強いところでヘッドスパ新宿とか、ヘッドスパ渋谷とか、そこら辺の地域キーワードが多分一番ボリューム多いと思うんですよね。ホットペッパーにはドメインで勝てないと思うんで、そこと勝負する必要ないと思うんですけど、そこら辺で上がってる古典のサイトって多分あのページがあると思うんですけど、そこのコンテンツの要素っていうのを洗い出して、そこのコンテンツ作品がちゃんと埋まってるのかっていうのはちょっと気になるポイントとしてあるかなと。お仕事だけする。はい。え、次が何時でしたっけ。次が18時です。あ、もう今あと1分、40分、50分ぐらいか。そうですね、30分でです。え、何すかそれ。工夫の一つ、短時間の睡眠で睡眠導入しやすくて疲れが取りやすいみたいな。あの頭のマッサージ機なんです。へ、あ、マッサージ機なんだ。これで基本はちょっと寝るって感じです。じゃあ、おやすみなさい。はい、休憩して戻ってきて、サプリ今日飲みやすいと思って、サプリの供給をする。なんか多分まくれる気がする。今回はこんなに、まあもうでいいですもんね。今10分、だいたい前に入りますもんね。今回はなんかバックれてる気がする雰囲気をね、僕は感じてる。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと終了ですね。僕の方では本日アポイント1件、制約数1件です。見込めありが48,000円、アンケート数が3件と、その他は自分の商品の出品作業を行っておりました。以上です。その他今日の出口の方などは何でしょうか。大丈夫です。では本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。デゲモンブログのミーティングでどういうことを話したんですか。緊張確認と方向性のすり合わせですね。あ、お疲れです。お疲れ様です。まず収支報告と、はい、あと4月分の報告をさせていただければと思います。はい、先週含め EV のところ増えてきてるかなと。ちょっと疲れたっすね。22時25分。うん、25分。はい、じゃあこっからね、もうけどほぼ終わりっすよ今日。うん、まあ、とりあえずあれっすね、うん、ちょっとまだ最後残務処理するんですけど、うん、ちょっとあのコンビニ行ってあのビール買います。これが社長の仕事だよ。マジで疲れた。この後は酒飲んで散歩して風呂入って、まあ基本終わりっていうのが大体1日の流れです。疲れてビール飲んで散歩すると多少リフレッシュになるんですか。あ、リフレッシュになるっすよ、めっちゃ。はい、なんか多分今のまま逆に言うと、酒も飲まずにその散歩もせずに寝ろって言われて多分絶対寝れないです。マジで、ね、まあでもなんだろう、創業期とかこれよりきつかったんじゃない。去年もきつかったですよ。そのそれこそ売り上げめっちゃ作りながらフランチャイズ事業 の、 その開発、うん、はいはい、新規事業だっていろんなことやってたんで、あの時もめっちゃきつかったっすね。まあ言うても今日のって商談系が多かったから、うん、あの現場の仕事ってしてないっすもんね。現場の仕事してない。まだちょっと楽になったっすね。現場仕事やりながら新規事業とか、それめっちゃきついっすね。
去年はけど結構その12時1時ぐらいでしたね、そのナイト終わるのが、うん、はい、去年の7月ぐらいからやっぱりめっちゃ忙しかったんで、うん、12月まで半年間はそんな感じでしたね、うん、でそこである程度去年はそこで引き継ぎができたんで、オペレーションの、うん、マネージメントはできてなかったんですけど、まあどうにかね、なんですけど、じゃあラウンジっていうのが門が見えました。まあビッグ会員しか行けないのトレーニング、うん、会員制の、そうそう、会員制のね、だからまああえてねブラックかけてるんで、まあちょっとあのこれ本当にプライベート的なそのトレーニングルームだから、じゃあこれでねもう終わりで、もう